さあはい、J コムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。札幌でご活躍の方を月曜から金曜の毎日ご紹介しております札幌人図鑑 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは有限会社エアダイブコーディネーター、漫画編集者の三森さゆりさんです。三森さゆりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。エアダイブさんと言いますと、以前社長さん田中さん、はい、ね、いい男でした。ね、田中さんにご登場いただきまして、田中さん今見てみたら第433回でしたね。はい、もう熱い熱い思いをですよ、熱い、ね、たっぷり語っていただきまして、はい、ありがとうございます。ね、そのエアダイブの田中さんのだから部下の方って言いますよね。今日はご登場になります。はい、じゃ あのたくさん今日もね本持ってきていただきました。はい、早速今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。はい、今日ご用意いたしました3つのキーワード、こちらになります。じゃーん、じゃーん。北海道唯一の漫画出版社、漫画の仕事は漫画家だけだと思っていた、漫画を使って PR したい。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。初めにですね、まあ、あの今日初めてエアダイブっていう会社を知った人もいると思いますので、はい、ちょっと会社はどんな会社なのか教えていただいていいですか。はい、はい、エアダイブは、うん、北海道で唯一の漫画出版社です。北海道唯一の漫画出版社、はい、で企画、制作、はい、編集、うん、あとデザイン、出版までワンストップでやってるんですよ。はい、業界の札幌人図鑑みたいですね。そうですね。でも本当にこの最初から最後までワンストップでやるっていうのは全国的に見てもないと思うんで、本当にこうこの北海道の力をこう発信する出版社っていう感じだと思います。はい、素晴らしい。ね、はい、そんなエアダイブさん、まあ、のバックナンバーも見ていただければ、うん、田中さんがそのあたりもね、やれ紙やらにさせる、その話までいろいろしてくださってますのでご覧いただければと思うんですけれども、うん、ちょっとあの私ね、エアダイブの時にね、はい、これですよ、吉尾の空、吉尾の空で、エアダイブといえばこちら、じゃんじゃん。これでね、あの、はい、見たことあるあるっていう方多いんじゃないかと思いますが、今見てみたら9巻にもなるんですね。そうです、9巻です。すごい。今年は10巻を予定してます。はい、そうなんですね。これバックナンバーでもあの、うん、ちょっと難病を抱えた子とかがね、吉尾の空に出たことあるとか、はい、そういう子もいました。嬉しいです、ね、そうなんですよ。はい、これもぜひ見てみていただきたいと思いますが、はい、この次に出たものをちょっとご紹介したいんだと思うんですが、はい、いいですか、こちら、はい、これですね。はい、ね、これがですね、この間あの北海道神宮にお参りに行った時に、うん、広報の伊藤さんがですね、これこれって言って宣伝されてましたけど、こちらです。じゃん、ご紹介お願いします。島吉武伝です。はい、はい、これは島半岸の話ですね。うん、まあ、島吉武伝、はい、はい、まあ、エアダイブが、まあ、漫画制作をして、うん、あの島吉武伝制作委員会の皆様と一緒に作った作品になっています。はい、北海道の、うん、開拓をした、はいはい、島半岸のストーリーです。そうなんです。はい、これが、まあ、だから、もうすぐ北海道の、はい、開道150年の年を迎えるということで、はい、今改めて北海道の歴史、札幌の歴史をということでね、うん、テーマにこう盛り上がっている中の、うん、これが一番台風の目になるんじゃないかと私立ってもらいたいですね。はい、思っている前なんですけれども、島吉武さんって佐賀出身、はい、佐賀のご出身ですね、ということで、はい、佐賀県庁の推薦図書にもなっているし、はい、ね、市役所やら教育委員会やらも推薦図書になっていたりして、はい、ということはあの北海道にいる我々はますます詳しくないとまずいですね。うん、そうですね、この方をもう本当に知っていただきたいなと思っています。うんうん、島吉武さんは、うん、まあ、北海道の開拓版画に任命されて、はい、まあ、こちらにいらっしゃるんですけれども、うん、まあ、佐賀でどういうことをしてきたのか、でどうしてどうやって、まあ、北海道北海道にいらっしゃったのかっていうのと、うん、やっぱりこの北海道札幌の地っていうのをどういうふうに開拓していったのかっていうところをですね、ご紹介しているストーリーになっています。はい、大通公園だってね、今やもう札幌なくてはあれがあるから札幌が四季折々より楽しめるというか、はい、姉妹さんは最初に、まあ、札幌にいらした時にもともと創生川が大友堀って言われていて、うん、まあ、農水路とかで使われていたんですけれども、はい、そちらを東西の基軸にして、うん、でそれにこう垂直に交わるように東西南北の基軸を決めて、うん、まあ、はい、構想、札幌の構想、都市構想を考えた方なんですよね。はい、で、まあ、その南北を決めた時に、うん、まあ、北
が観光庁で、うん、南が、まあ、市民が住む場所っていう風に考えて、はい、その防火隊の役割が、うん、まあ、大通公園だったんですけれども、あの大通公園があんなに広くなかったら、うん、今こうやって観光客がですね、雪まつりであったりですとか、はい、オータムフェストであったりですとか、はい、いろいろ来てくださってると思うんですけれども、うん、ああいう風に観光都市になってないかもしれないと。そうですね、はい、あそこもともと北と南どっちかに火事があった時にバーッといっぺんに燃えたということで、そうです、それであんなに広く大きく、はい、考えられた理由ですね、うん、はい、でそういう都市構想をしたのが島義武さんで、はい、はいはい、うん、でそういうどういうふうに構想していったのかっていうところも漫画の中では紹介されています、ね、いいですね、漫画になるっていうことでね、はい、あの、はい、もちろん子どもも、あの中高生も読みやすいし、うん、大人の我々も読みやすいですよね、はい、そうですね、やっぱり、うん、あのこれから北海道を考えていく、はい、あのお子様たちにもですね、うん、北海道札幌がどうしてこんな住みやすい街になったのかっていうのを、はい、うん、知っていただきたいと。でも知っていただくにはやっぱ漫画を使って知っていただくと読みやすいですし、うん、そうですね、まあ、教育的にもいいかなと思いまして、うん、こちらの作品が作られております、はい、そうなんです、はい、今ご覧の札幌人北海道人にはぜひ見ていただきたい、ぜひ読んでください、はい、じゃあその他にも今日いろいろ持ってきていただいたんですけれども、はい、あのそういう風になるそもそも話につながってくるので、うん、はい、2つ目に行きたいと思います。今日の2つ目のキーワードこちらになります。じゃーん、じゃーん、漫画の仕事は漫画家だけだと思っていた、はい、ということなんですが、はい、三森さんはもともと札幌ご出身なんですもんね。はい、札幌出身です、うん、ずっと漫画家になりたかったんですか。漫画がもう本当に小さい頃から大好きで、はい、もう月刊雑誌とか、もうすごい発売当日に買いに行ってたような感じなんですよね、うん、はい、で、まあ、漫画家に憧れていたです、はい、ただ漫画には絵が上手くなって、うん、そうね、いけないですし、漫画家になるほど私絵も上手くなかった残念、すごい下手くそなんですよ。いや、残念、そんなことないんでしょうけどね、謙遜でしょうけど、いや本当にもうみんなにも笑われちゃうぐらい、はい、ぐらいなんです、うん、で、まあ、やっぱりストーリーも素敵じゃなきゃいけないし、ね、っていうところで、うん、漫画家っていうのはやっぱすごい難しいなと思ってたんですけれども、もともとやっぱそういう漫画家になりたいっていう夢があって、うん、はい、漫画の家のアシスタントをやってる時代があったんですよ、うん、アシスタントやってたんです。何年ぐらいやったんですか。4年ぐらいですね。お、結構やったじゃないですか、はい、4年やったの。4年やってます、はい、でも、うん、やっぱりちょっと、ま、自分にはそういう才能ないなと思って、ま、諦めて、うん、他に好きだった、ま、服の、はいはい、そういうアパレル関係の道に最初は進んだんですけれども、うん、やっぱちょっと夢が忘れられないというか、はい、本に携わる仕事がしたいなと思って、うん、はい、ちょっと縁があって、はい、こういう編集という道を、はい、これまた編集も自分がついてた先生と一緒にサイン会で東京行った時に、はい、その編集の人に、まあ言ったらスカウトされたんでしょ。そうなんです、ね、よかったら一緒に働かないですかって言っていただいたんですけど、それはどんな状況だったんですか。漫画に関する熱い思いを語ってた編集者に違う、私も漫画家になりたかったんですけどそういうわけではなくて、まあ、サイン会をやった時にいろいろお手伝いをしていたんですよね、はい、でまあこういろいろ動き回ってたら、うん、なんかこんな気に入っていただけたというか、まあ、そういう、いや、もうありがたいな、ご縁だなっては思うんですけども、ね、はい、見てる人は見てますからそうなんですよ、ちゃんと自分がしてたら見てくださってる人もいるんだなっていうのはその時感じました。うん、はい、あ、この子いいね、気が利くねなんて色々こういう編集者に向いてんじゃないかななんて、はい、でももともとやっぱあの漫画が好きで、うん、あのアシスタントやってるっていうのも知ってもらっていたので、はい、いろいろお話をして、多分でも漫画に対する熱い思いを語ってたんだと思います。語ってたんだと思いますね、はい、でやっぱりその漫画家になるには漫画家だと思ってた、うん、私もね、はい、その本を作るにあたってはね、漫画作りたかったら漫画家になるしかない、もしくはアシスタントしか思い浮かばなかったけれども、はい、編集っていう道もあったってことですよね。そうなんです、うん、やっぱりなんか漫画イコール漫画家が作るものっていう風に、うん、ずっと思ってたんですけれども、うん、
ぱそういう編集者の方と直接お話しする機会があったりすることで、はい、あとやっぱりその漫画家の先生がですね、はい、こう自分が作ってる作品にはこうこうこうやって、ま、あの編集の人がこうアドバイスをくれて、うん、漫画を作る一番最初の読者っていうのが編集者なんですよ。なるほど、はい、でそういうふうにこう一緒に作り上げていくっていうのが漫画なんだっていうのをその時初めて気づきまして、うん、あ編集っていう面白い職業もあるんだなっていうふうに思いました、はい、よくほらなんか漫画家さんが描く日常の漫画の中で、はい、鬼の編集者がドアの外で待ってて、はい、すごいなんか、はい、これじゃダメだとか返されてもう一回泣きながら描き直したりっていうシーンが出てくるから、はい、でもだからやっぱり編集者も一緒に作っていくようなシーンがあるのかな、ね、どうなんですか、ま、漫画昔は、うん、今データ原稿が多いんですけど昔はアナログ原稿だったのでもう家にまで取りに行ってやっぱりあれはやりました、だけど一緒に作っていく感はやっぱり編集の人も、うん、あの本が出るまでの間やっぱり我が子のように、はい、そう思ってます、うん、でやっぱりその素晴らしい作品を書いていただくわけなので、はい、やっぱそれをアシストしたいですし、うん、全然自分がこう前にいらなくても、はい、自分が携わったことでその漫画が素晴らしい作品に、はい、まあ、だん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 成長していくっていうのを見るのはすごい楽しいんですよ、はい、ね、今となってはその編集の人っていうのをメディアでね見かけたり語るようになってきましたけど、はい、当時としたらあんまり表に出てくる仕事じゃなかったですもんね。そうですね、なんか全然そういう人がいるっていうのも知らなかったので、うん、今は結構あのメディアで前に出てそういうふうに話す機会があったりとか、うん、あと、まあ、漫画ですとかドラマでそういう編集者がいるっていうのが見れるから分かるんですけど、うん、その時は全然分からなかったので、うん、どういうことやってるのかなっていうのは手探りでしたね、うんうん、はい、そうなんです、うん、でだから東京でその縁あって入ったところも、はい、うん、と漫画を出版する会社の編集をしてた。そうです、漫画ですとか小説の編集を、うん、していました、うん、何年ぐらいいたんですか。8年ぐらい携わってましたね、ね、はい、だから結構どっぷり東京でそうです、ね、はい、勉強した、うん、三森さんが札幌に帰ってきます。じゃあそのあたりの話3つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらです。じゃーん、じゃーん、漫画を使ってPR したい、はい、ということなんですが、はい、まあ、あのちょっと親御さんが具合悪くなったりして札幌に帰ってくるわけなんですけれども、はい、札幌に帰ってきて驚いたことがあったそうですね。そうなんです、うん、札幌に帰ってきてすごく、うん、あの驚いたのが、はい、札幌の女性がすごく元気だなって思ったんですよ、うん、そうですか、はい、すごく元気です本当仕事にも恋愛にも一生懸命ですし、うんうん、あとですねやっぱりその飲食飲み食いが好きな女性が多くて、はい、すごいバイタリティがあるなっていうのを感じたんですよ、はい、図鑑のね本州から来た人がよく言うんですけど、はい、札幌の女の子お酒強いとか、よくはしごするなみたいな、ね、よく言われますけど、そうですよね、はい、ちょっとそういうところが札幌女子の特徴として一つ挙げられるのかもしれないね、うん、はい、やっぱりすごく元気の良さっていうのを肌で感じたんですよね、うん、でそういう友達もすごく増えて、うん、札幌の女性素敵だなっていう風に思ってたんです、うん、はい、札幌に戻ってきて、ちょっといろいろ縁があって、今の会社ですよ、この北海道唯一の漫画出版社エアダイブに入って、それでやっぱりその札幌に帰ってきて驚いた女の子の印象、はい、それはまた仕事になったわけですもんね、はい、そうです、はい、それがこれ、はい、こちらでございます。じゃあ、はい、札幌乙女ご飯です。はい、見たことある。あるありますか。ありますあります、はい、これあれでしょ、言っていいのかな、ポロコに出てる、あ、ね、はい、連載になってます。ですね、はい、ポロコで見た、ポロコで見た見た、 ありがとうございます、はい、これすごいよね、これ面白いですよ、はい、これはアラサーの女性が主人公なんですけれども、はい、札幌 の本当にある飲食店を、うん、まあ、ご紹介している、まあ、リアルだからね、リアルな飲食店が出てきちゃうわけなんですけど、はい、そうなんです、はい、最初に、うん、あのこの主人公の沙織ちゃんがですね、はい、まあ、失恋するところから始まるんですけれども、この子、はい、この子です、はい、でなんかもうこのままじゃダメだと思って、うん、合コンに行ったりとかまあよくあるあるみたいなところはあるんですけれども、その合コンに誘われるデートの場所も、うん、あのモヤヤのロープウェイだったりとか、うん、本当に札幌にある場所であったりとか、うん、あとお店の店舗っていうのを、はい、もう本当漫画のストーリーの中で紹介しているっていう面白い作品になっています、実際じゃあこの子が行ってるところをそのまま辿っていけるわけですね、はい、そうです、そのままもう
聖地巡礼ができるんです。聖地巡礼、はい、ここで紹介しているところを実際に行って、はい、あの食べたりとか飲んだりとかできるっていうのがすごい面白いんじゃないかなって思うんですよね。だから追体験できる、追体験できる。これあの、はい、本読みながら、あ、面白い、ここ行ってみたいなと思って行くっていうことは、これがこのお店の PR にもなってるということですね。そうです、はい。そういうことですよね。そうです、そうです。だから、うん、札幌に来る観光客の方とかにも、はい、あの観光情報誌としても読んでもらいたいですし、あ、まあ、札幌の漫画っていうところで読んでいただいてもすごい面白いんじゃないかなと思います。はい、はい、広告だ、広告広告と知らずに、はい、読まさってるうちにでも本当に面白い漫画のストーリーとして読んでるから、はい、はい、いいと思うんですよね。そうなんです、こういうものが出たり、はい、うん、これの続きのいろんなのがあるんですよ。あ、そうですね、はい、あの今それこそポロコさんで連載させていただいてるのもありますし、はい、うん、あとこれは、うん、去年のオータムフェストの時に、うん、このおなじみの女の子たちが、ね、はい、オータムも遊ぶと。そうです、うん、札幌の観光地を巡っているような、うん、こう番外編っていうのを、うん、はい、作っていたり、できたり、はい、作ったりとか、あと こんなのもあるんですよ、土坊所お仕事紹介。あ、そうですね、お仕事紹介、ね、これは建設業を紹介する、はい、建設業の女の子、はい、どんなお仕事してるのかっていうのをまた漫画で、建設業どういう仕事をするのかなっていうのを伝えるような漫画であったりとか、うん、あとはこちらは、うん、介護のお仕事ですね。介護、はいはい、をどういう、はい、内容、これも介護、うーん、なるほど。なんでやっぱ PR したいこととか、うん、はい、あとなんか人に伝えたいことっていうのを、あ、はい、まあ、あの写真とかテキストだけじゃなくて、うこういう漫画にすることで、すごい分かりやすく相手に伝えられる、なるほど、はい、訴求力があるっていうところが、はい、漫画にはすごい魅力としてあるんじゃないかなと思っています。そうですね、お仕事の内容ね、まあ、土木なら土木、はい、介護なら介護、はい、箇条書きでこういうことがお仕事ですっていう書くよりも、実際こうあのリアルに働いてる女の子たちの様子を漫画で見ると、はい、現場のイメージができますよね、あとなんかやりがい生きがいみたいな、外から見たら分からない、そうなんです、うん、そういうところもすごく伝わってきそう、はい、なんかぬくもりの部分が、嬉しいです。なんでやっぱ実際、うん、この主人公の子に自分を投影して読めるっていうのが漫画の良さだと思うんですよね。で、はい、そういうことで、あの実際に働いてはいないけれども自分が働いたらこういう感じなのかなっていうのを想像することができるのが、うん、まあ、漫画の良さだと思うので、そういうのが漫画はちょっと伝えられるのかなと思ってます、はい、なるほどね。そういう話聞くとますますね、あ、はい、漫画ってメディアなんだなと思いました。そうですね、メディアの一つなんじゃないかなと思います、うん、どうですか、まあ、今こういうお仕事されてますけれども、はい、ちょっとこれからの夢や希望みたいなこれからというとどうでしょうか、はい、うん、やっぱりこうエアダイブでは、うん、まあ、北海道にこう基づいて作っている作品を多く配置してますので、はい、やっぱりその北海道に根付いた作品作りっていうのをこれからもやっていきたいなと思いますし、はい、あとやっぱりそういう、 こう自分たちの地域の魅力を伝えたい人とか、 あとまあ商品の、ね、そうですね、魅力を伝えたい人とかっていうのはいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、あのどういうふうに PR していいのかわからないっていう方の、あとお手伝いができたらなと思ってます、はい、うん、はい、あの地元の歴史とかをこう真面目に勉強するのもいいけど、うん、入り口としてですね、漫画があるとすごく入りやすいなっていうのが今日よくわかりました。ありがとうございます、はいはい、ということでいろいろお話を伺ってまいりましたけれども、最後に一言いかがですか。はい、吉尾の空、吉尾の空、うん、はい、まあ、10巻が今年出る予定になっています。はい、はい、まあ、本当北海道の小児の脳神経外科医、うん、高橋芳雄先生の、はい、本当に素晴らしい医療を扱った、うん、はいはい、作品になってますので、実在の人物って、はい、生きてらっしゃいます、漫画です、はい、生きてらっしゃいます。私これも言ったことないと、はい、そうです、ね、まだご健在っていうかな、どういう言ったらいいの、活躍してます、はい、はい、現在もお医者さんとしてご活躍、現役でご活躍の、はい、実在する先生をモデルとした漫画でございまして、はい、よろしくお願いします、はい、私10巻ということでね、はい、あとはですね、うん、
札幌乙女ご飯も今ポロコさんで連載させていただいたりですとか、はい、これからもいろいろ見守って続きを楽しみに、ね、はい、してもらえたらなと思います、はい、この女の子たちの珍道中もご期待ください、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、ということで今日のゲストは有限会社エアダイブコーディネーター、はい、漫画編集者の三森さゆりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。